大島正太郎から1948年6月9日は、戦前の三井合名会社理事、就職家、慶応義塾評議員、日本書士学会同人。源氏物語の写本の収集家で知られるが、鎌倉時代からの古写本の収集に努め、その膨大なコレクションは、成形賞句と称した。戦後の財閥解体で、公職追放となり、急増書は散逸した。画後は、 京宮やび。角田文江は、大島の人となりを、強権恩霊と評した。大島の父で、塚本町民の弟でもある、大島影康は、旧日光国のべおか半半子で、北条流兵学士南役であり、西南戦争では、西郷隆盛率いる西郷軍に呼応する、盗撮所帯の一つの延岡帯の小隊の招待長となる。政太郎は、長男として、日向国に生まれる。 はじめ、私塾、両天社に入り、藩主の内藤正隆に学ぶ。後に教員となり、松本淳次郎、加藤幸太郎、佐々木良太郎と共に上京し、明治23年慶応義塾大学部理財科を卒業後、三井銀行に入校。三井同族会事務局を経て、三井合名会社に移る。後に、台湾拓殖製茶会社取締役。 芝浦政策所監査役、三井生命保険等の三井財閥系企業の養殖を歴任。三井合名理事会、段拓馬理事長の下で、坂井徳太郎と共に理事に就任。角を足しなみ、佐々木信綱に指示して、和歌を収め、池田機関と信仰を持つようになる。池田の現地物語研究には、大島の購入した古写本が大いに預かっていた。 その一方、日本書子学会の同人となり、長沢菊や川瀬和馬とも学園を結び、有数の古書収集家となった。第二次世界大戦後の財閥解体によりその膨大な蔵書は市場に出て、ちりじりになり、いまだに大部分の蔵書が行方不明となっている。しかし、2000年以後から徐々に、慶応義塾図書館などに、写本や枯渇地盤が集まり始めている。 他、日本各地の各大学、図書館に大島のコレクションボーンが所蔵されている。刻印は単価文庫である。成形証句に含まれていたもののうち、いくつかを挙げる。ありがとうございます。